お疲れちゃんスラッです。今日はですね、大幅弱体化されたと噂のこちらのランバルやっていこうと思います。というわけで、ランバーのねレイジが変わっちゃったんですよね。そうてかまあ普通のレイジも変わったんですけど、ダメージがついたんですけども、代わりにね円の大きさがちっちゃくなったよと、で時間も短くなったよということで、なんかダメージついたからね強いだろって結構思われてたんですけども、意外とねなんかデッキによっては前の方が強かったなみたいなのがちらほらありますね。逆にダメージついたおかげでなんか良くなったねスケラとかもあるんですけども、まあ円がちっちゃくなったんで、これランバーとバルーンがねこうなんかアイゴレとかでランバー逆サイに持ってかれたりするとバルーンにレイジが乗らないだとか、なんかそういったところでねランバルは結構つれーよっていうコメントいただいたので触ってみようかなと思います。で久々にねこの5骨に加工された文句 もう今マジで見ないんですよ。本当にゼロっすね。ほんと8割9割使われてたんですけども、4コスから5コスになっただけでねマジでいないので、ちょっとね、まあ、せっかくなら使ってやろうかというわけで、ボーラーの枠ですかね。もともとはボーラー5コスなんで、まあ文句5コスでも変わらんやろって感じかな。ちょっとやってみます。で今回のネタはまあ間違いなくコカッちゃんですね。はい、プリンセスバレルって感じなので、まあ文句でロキを跳ね返すとかできると理想だけどね。いやマジ久々に使うわこれ、5コスなんでね。うわーナイティに対してさてはこれ怪しいと思うんじゃないですか。でもこれノックバックあるんですよこの子。これしかもここで反射もできるんでロケも跳ね返せる。ああ全然綺麗に守られてます。さあプリンセス大砲アイスピで、ああ美しいですね相手の防衛も。一発ああ偉い。さあまあこんな感じの展開が続いていくかなと。トルネで早めに緊急動したいですね僕は。またマイティの受けっていう面ではこの出来はね多分だいぶ厳しいね。そうだいぶ厳しいので、まあ、相手のマイティで緊急起動もちょっと狙っていきたいかな。うん、まあ、剥がされたらね弱いっていうランバルも。よいしょ。さあこれは簡単に緊急起動されたくないので、お願いウッドで緊急起動とかやめてマジ。よしよしよし、ライドラ残ってるのは熱いですね。いやマイティの移動うまっ。マイティ軽いんでね。よしよしよし、さあマイティ軽いからいつでもね近畿道できます。まあ僕はもうあと端前プリンゲーを一生されるのかなって感じだけど、相手からしたら地味にきついよ文句っていう。やべ、なんか、うっ、にゃー、強すぎる相手の位置。まあ、ロケ使わしていけばいいか。さあ、まだ、あー、やばい。それはね、やられてます。形組んできたいですねこんな感じで。あれこれはさすがにパッキンしちゃって、パッキンするが2発も入ってくんねえかな。いやでかいでかいでかい相手さ、ロケットを外してくれるっていういやこれ怪しいなマジ。ロケ相手が外してなかった時にどうなんだって話なんですよいやでも相手のダメージも入ってないで、おっ、うわこれ当たんねえやつだ。うわうまちょっと誘われたか今。ロケ削り来てるっすね。ロケでそれ削ったらさ、あなたこれってならん？ああ、はい、やかいって。あれ？わざと外してんのか、これ。ああ、そんな感じっすね。あれ？やばい。ちょっと待って。
キング起動がここに来て、さあ文句頑張れ。マジランバルもひどくなんで、さあここに打たしてですね、僕は定位置で、あと文句の反射でこれ稼げるくね。で文句でよしよしよし、あうまい、でもいいと、やばい、まず行かなきゃ、頼む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 勝ったけど勝ったんか、怪しいなマジで。体感負けてます、体感負けました。はい、ラッキー、いやラッキーが降ってきたな、いやーって感じっすね。まあ今のは、今のランバーのレイジ、ランバーのレイジとか全然見てなかったっすわ。あんま考えてなかったな、ランバーのこと。必死でしたわ。で、文句も、まあですね、別に、特になんかしたわけでもなく、本当にただただ気づいたら一試合終わってた感じかな。あ、そしてね、このなんか名前がね、ラットから今 WCG アンダーバーラットに変わってんですけど、あの大会がねあるんですよ。このゲーム内のなんだニュースみたいなどっからも多分告知みたいなのが来てるんですけども、まだここってた、その日韓戦というものがね17日から、いやもうすぐっすよ本当に、明後日ぐらいからそうあるんで、ちょっとよければ皆さんね見てみてください。出ます、日本対韓国の日本代表枠として、ちょっと、ああ、痛すぎ。声をかけていただいたので、本当に、勝てるかどうか知らんすけど、勝ちにはいきます。応援してください。久々に、なんかそういった大会に出るので、そう、マジ6年ぐらい前、多分知ってる人も数少ないんですけど、6年ぐらい前にも、そういったね、日韓戦っていうイベントがあったんですよ。で、その時も、僕は出て、そう、その時はあと、テンゴットとかもいたかな。そう、今回も出るけど、テンちゃん。っていうので、ちょっと面白いと思うので、ぜひ。勝たなきゃ。その時は X 棒にな、1勝1敗だったんですよね。で、チームとしては、惜しくも負けたって感じだったかな、 1-2 でよいしょ。なので今回は勝ちたい。このゴーストを守るかどうかめちゃんこ悩むが、守っちゃう。さあキョスケラフグっすね、これもなんかちょっと古いデッキっすよね。いやランバないね、ちっちゃ。でもこれもだってかかんないもんね、レイジ。いやなめか、なんなら反射しない方が殴る。うん、まあ守ってゲーかな、守ってゲー。うん、うー、いやインドラいいよ。いや守って家なんですけど、いつかはねバルーン行かなきゃねっていう話なのよ。一生続いてはいるな今。ライドラ残したいっすね。でも相手のこの
組み方がうまいっすね。やばい、あべ。まあまあ、何のためにこんだけ耐えたのよって話なんですよ。よし、これ許容して持っていくか。天才許容です。全然入ってね。あ、だから相手が左サイド気づいてない。お、これあっちを持ってってくれ。うん、混ざり強い。何？何？いや、これ勝ちたかったな。間違いなく、間違いなく勝てたっすね。文句が4コスだったらか、文句がボーラーだったらか、もしくはレイジーなんかでもあんまり、どうなんだレイジー、マジどう、なんかあんま見てない、見てなかったんですけど。またまあ、なんかでもあれだね、タワー付近のバルーンがもう加速してないっすね。やっぱランバーがこの橋で行かれるじゃないですか、橋前で。ってなった時に最初一瞬レイジ乗ってもね、タワー到達してからもっと勢いよくね、バコバコ爆弾落としてほしいんですけどね。それがちょっときついな。ライドラ、インドラがレイジかかったらバルーンはかからないみたいな、逆にバルーンにかかったらライドラ、インドラ暇してるみたいな。やっぱ両方がね、バルーンもドラドラも全部がこう勢いよくレイジに乗って暴れるのが強かったんで、そう考えるとめちゃしんどいっすねこの日記は。やべ。さあ、まあ今回は迫撃。アチャクイのやつかな。アチャクイもね、最近めっちゃいます。まあ文句いないんでね。うん、まあ今文句使ってるけど、いやレイジちっちゃ。まあ5コスか、5コスってむずいね。今までが強すぎたせいでさ、すげえ弱く感じちゃう。これでも相手きついよな、どう見ても。しかも文句にたけいってんで、これヒョルネ。いやー、2発落ちるが、カウンターがものすごいやばい気がしてます。迫撃許容します。迫撃ねえわ。全然消えんやん最近のアチャクイ。いやー、でかい。てかアチャクイしか体育いないんで、マジでめっちゃ強いやんこれ。組むだけ、まあ、組んで守ってもらって、まあまあこれは全部許容っすね。もうこれ持っていきたいね。
や微妙か。うん、抹茶食い場に出てる時チャンスなんで。裏ちょっと文句でも削っていかなきゃいけないですね。一発落としてほしかったな今の。ああ無理やり芝生。さあだんだん溜まってきたよ。ヤイジャンリカもうめえな。まあ、でもこれはさすがに一発。うわ危ない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 。やばギリギリってやばいな。これ今までどんだけヘニモンが強かったかっていう、こんな圧勝できたもんね。ボーラー欲しいね。ボーラー文句はさよならだ。もうあホグ来た。美味しい。いやさすがにでかいね。これはもうもう勝った。しかもホグってねやっぱマスケとか着衣なんですよ。俺のこの活躍の場面が数少ない文句でも今回に限っては頑張れる。さあスケラ受け苦手のイレスピっすね。まあ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 今だけで笑ってられるの。まあまあ高かったか。いやいい頑張ってる。まあ一旦飛ばす。大砲ともう一枚ぐらい使ってくれそう。おあれあれ、いやでもレイジーこれ乗らないっすね。これ乗んないのやばいな。思ってるよりもちっちゃいなマジレイジー。そう考えると、まあ、デッキ次第か。でもマジでレイランバーの近くにユニットくればいいもんね。ゴレとかだったらね、ゴレダクネランバーベビドラーみたいな近くにユニットまとまってると思うんですけど、まとまってねえもんなこのデッキだと。おこれはウッドでキング起動したいやつですね。なので固まりません。あでももう嬉しそうですね。これが楽しいな。好きなんだろうね。お。うわーでかい。もう久々にレイジ乗ってるバルーン見たな。最近なんかずっと乗ってなかったイメージがある。まだ思ったよりダメージ差が開いてない。ライドラがいっぱい入ってほしい。いやこのライドラのチェーンが強いですよね。レイジ乗ってる時の記念に。
まあ、なんか今までほどのなんか余裕がないですね。ちょっとこの時もずっとテンプレでずっとね安定してたのに、文句がワンチャン悪いのかな。文句をボーラーにすればまだまだいけっかな。どうなんだろう。文句インドラのこの組み合わせがね、もしかしたらそこまで良くないのかもしれない。うん、さあマイティおお、いや早いのはありがたいな。防衛にタルババの防衛にマイティ、ね、さあさあさあ、これなんか審判できそうだ。いやーめっちゃ潜るやん。よいしょよしよし、うおー、えなんか相手やってんねこれいやこれ逆サイバルだったら転生だったかな。いやーもう関係ねえか。さあレイジに、一応レイジに乗ってもらって緊急してんだ。さあ折れました、ポッキリ。まあこういうのでは強いですよね。でもこういうのでしか強くない。まあさすがに、お、いや思ってるよりも2000ぐらい多く受けたわ。痛すぎ。俺の目的にはいらなかったんだけどな。まあ残るよねと思いながら、まあ、組めばさすがに終わりそう。相手マスキしか言いませんこれやば。どうやって守るんだいって。これやばマジで俺がいじめってやつだよな。まあでも俺のマックス実はあってマイティが危ないんだ。もう無理だよなこれいやこんぐらい考え主だともう何でもいいですね。うん、さマスケの射程、いや長すぎだろそんなとこから打つんかい。さあマスケマイティねこういうのを引けると美味しい。はい、というわけでランバル使ったっすけどマジで弱かったっすね。レイジが効果発揮しなさすぎて、さあと文句もマジ弱いんでこいつあのやめた方がいいっす。はい、使うならボーラー型でね、やったらまだワンチャンなかなぐらいですけど、ちょっとね今季はランバルきつそうだなと思いました。まだ良さげなねちょっとランバルというか、まあ、ランバー入ってるデッキとかあればねぜひ教えてください。ではお疲れ様でした。またね。